シグルドに知らせないと。スベンド、新しい入れ墨はあるか？いいものがあるぞ。頭部が新しいのを試してるって？ああ、あいつもこなれてきた。見せてくれるか？それ。他には何か？またな、スベンド。うん。一日待つごとに、キョトビは力を増してく。王として言っているシグルド。キョトビの砦に攻め込むに足る兵はない。決定的な痛手を被るぞ。痛手ならすでに十分被ってるだろう、父上。蛇の頭を切り落とさなければ、毒を受け続ける。毎日毎日だ。我らの水はすでに毒されてるぞ。どうした？何があった？密偵だ。キョトビの手下が3人。
寝込みを襲ってきたから返り討ちにしてやった。ほらな、言っただろう。待つばかりだからこうなる。侮辱には報復すべきだ。ノットフォールの奴らだった。キョトビの支配下にある捕鯨村だ。そこを叩こう。密偵が死んだとキョトビが知る前に焼き払ってやる。他にもいるかもしれない。シグルドが人を集める間、あたりを見てくる。必要ない。ハイサムに周辺を調べさせよう。私たちがいなくとも安心して任せられる。私たち一緒に来る気か。君のようにバルハラの戦士にはなれないが、戦いは幾度も経験している。気に入らん。だが止めはすまい。お前について回る嵐に息子を巻き込まんでくれよ。貝を焦げ。強者たち、ドレングルよ。この凍てつく岸辺を遠く離れている間、俺は再び故郷を目にできるかと考え不安だった。キョトビの破滅をこの目で見届けられるかどうか不安だった。やつが吹き溜まりにはまった豚のように血を流す様を見られないのではと。だが俺は戻った。おかげで懐かしい顔ぶれ、愛する仲間たちと共に栄えある戦いに参加できる。俺たちは今日ノットフォールをキョトビから奪う。今宵やつの心臓は不安に縮み、明日には恐怖で破裂する。奴は神々に救いを求めるだろう。だがその叫びは届かない。そしてカラスの戦士団は奴の死骸を宴の煮えとする。ここの島々には詳しいだろう。狼くず、勝利へ導いてくれ。進路は示す。だが導くのは兄上だ。ああ、エイボル、こうして並ぶのは本当に久しぶりだ。お前も連れて行きたいとずっと思ってた。スティルビョルンは我らの運命を信じないからな。何を恐れることがある。俺たちが一緒なら無敵だ。見つかれば攻撃される。オーデンにかけてカラスたちがノットフォールを奪う。カラスに破壊しろ。奪い、そして燃やせ。キョトビに従う者に鋼を食らわせろ。自分らに火をかけろ。オーデンにひれ伏せ。よし、離れろ。血を見せろ。苦しめ。血を探せ。
反対側に回ろう。の戦士団を称えよ。血生臭い収穫を得た者だ。見知らぬ顔だな。何者だ。名を聞こう。見覚えがある。この間スティルビョルンと会ってた。いかにも。私はグソール、北の王ハーラルの叔父にあたる。必要に応じて老いの言葉を届けて。ここはハーラル王の土地じゃない。
なぜこんなところまで南下してきた。自分で尋ねるといい。陛下。ありがとう、叔父上。お前がカラスの戦士団のシグルドか。賢明なるスティルビャルン王の息子の。そうだ。そしてあんたはその土地に立ってハーラロー、我らが血と鋼で取り戻した土地にだ。そのようだな。ここにはお前の父の依頼でお前たちと共に戦うために来た。敵対するためではない。狡猾な狼め、これが計画だってのか。力を貸そう。私の戦士たちがいればカラスの戦士団はキョトビの砦を攻略し、この争いに終止符を打てる。いい知らせだ、エイボル。さすらいの王が幸運を運んでくれるぞ。キョトビの破滅を望む人間は皆仲間だ。感謝する、ハーラル王。信頼には報いるつもりだ。血の構想は根が深いんだ、ハーラル王。援軍は歓迎するが、この戦を仕切るのは俺だ。ほう、名誉の問題なのか。そうだ。何年も前、キョトビは父上たちとの誓いに背いた。平和協定を破り、虐殺を行ったんだ。いいだろう。キョトビたちへの攻撃はシグルドが指揮を取る。我が戦力は彼の命ずるままに動かせ。シグルド、勝利を手にしたらアルレクスタズまで来てくれ。共に祝おう。兵はフローリに集結する。北東にあるフィヨルドの入り口だ。一緒に来るか。ちょっと待ってくれ。船を任せるぞ、エイボル。向こうで合流してキョトビの首を神々に捧げよう。兄上、この日を何年も待ちわびた。キョトビのとどめはこの手で刺したい。もちろんだ、エイボル。復讐を果たせ。エイボル、手を貸せ。ハーラルは気前よく兵を貸したな。俺ならこうはいかん。奴の狙いがわからない。若くて愚かなのか、賢く狡猾なのか。理由が何であれ、この戦の終わりが近づいてる。
Thank you.
我が目となり力を貸せ。
エイボル、開幕戦を逃したな。キョトビの前哨拠点は俺たちの手で雪解けのように消えたぞ。ここから攻撃を仕掛けるのか。そうだ、いつでも叩けるぞ。ハーラル王の軍勢も配置についた。あとは命令を出すだけだ。ああ、だが攻撃する前に一つ頼みがある。言ってくれ。砦の前でエイボルにキョトビと決闘させてほしい。一対一の命尽きるまでの決闘だ。ふん、それが望みなのか。キョトビは私の父上から名誉と尊厳を奪った。取り戻したい。名誉がかかってる。誰にも邪魔させたくない。それに戦いが始まる前にキョトビが死ねば勝機も高まる。我が刃は今日この日、スクルドの鋭きハサミに変わり、キョトビの運命の糸を断ち切る。さすがだな、絶砲鋭き戦士よ。皆で生き延びて、そのサーガが歌われるのを聞こう。エイボル、話せるか。バシム、ハイサム、この争いとは無関係なのに戦うのか。
思議なもんだ。それは思い違いをしているからだ。我ら隠れし者は何百年も巨飛の属す結社と戦ってきた。そのためにミクラガルズから来たのか。そうだ。さらに言えばハイサムに殺させるために来た。我が弟子はこの標的を以前より調べていたのだ。巨飛の噂はノルウェーの外まで聞こえてるのか。奴の噂だけではない。奴の属する結社の噂もだ。結社は我らの宿敵と言えよう。ハイサム、あんたや隠れし者を軽んじるつもりはないが、巨飛はこっちの獲物だ。一族の名誉がかかってるんでな。わかってる。大事なのは今日巨飛が死ぬことだ。その点は同意できているな。娼婦の息子シグルド、夜にこそこそ砦を嗅ぎ回りやがって。出てきて戦え。間違えるなよ、キョトビ。シグルドはお前がカラスに食われるのを見に来ただけだ。これはこれは、また来たのか。狼傷は屈辱を受けるのが好きらしい。今日ここで終わらせる。失われた名誉のために。フォルムギャングを受けろ、キョトビ。お前に決闘を申し込む。親父のように許しを壊せてやるよ、狼。そしてお袋のように泣きわめく。人生を狂わされた。命で償え。お前など父親と同じ雑魚だ。この両手こそが俺の武器だ。まさか。この刃にお前の血を吸わせてやる。お前の肉は狼の餌にしてやる。恥知らずにバリンの子だけがある。さて、エイボル、覚醒せよ。オーディン、何をさせる気だ。狼傷、お前は貸し取った俺の死という栄光。俺のために。腰抜けの父親と無駄な犠牲。この戦の代償を覚えておけ、狼貴。三世代にわたる戦、名も残せずに死んだ者たちの数は全て無意味だ。違う。
我が戦士団は名を残す。戦った力の限りにな。最後に何が待ってるのか知ってるからだ。闇しかない。うわっ、カラスの戦士団よ、聞け。お前らの命を頂戴する。望むのなら破滅のるつぼに身を投じるがいい。お前の父は死んだぞ、ゴーム。借りは返してもらった。門を開ければ命だけは助けてやる。草の中で転げ回れ、狼傷。弓兵、狙え。カラスたちよ、情けは無用だ。弓兵、放て。
をくれ。よくもやったな。